Variable tips. 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 日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。日刊工業新聞社プレゼンツ。Variable tips. 5つの金言。アシスタントのドーキンズエリナです。そしておはようございます、白鳥製薬の白鳥さとしです。月曜から金曜までのこの時間は、企業の経営など実際に業界や組織をリードするゲストの方のインタビューを通じて、その言葉からリーダーになるための必要な条件、後継者部下の育成、苦境の突破法などを探っていき、これからの世代を生きていくヒントを発信しています。今週のゲストは株式会社東京鋳造所の代表取締役社長、小澤淳さんです。現在群馬県高崎市に本社を構える株式会社東京鋳造所は、1929年昭和4年東京都大田区で創業を開始、その後アルミの金型鋳造に特化し、主に自動車部品の鋳造を行っています。現在ロボットを積極的に導入し、AI や IoT を活用した製造システムを構築、100年企業を迎えるにあたりさらなる進化を目指しています。昨日は今日と同じ明日は嫌だという話でしたが、今日はどんな話になりますかね。では今日火曜日、株式会社東京鋳造所の小澤淳社長のインタビューからどんな金言があるでしょうか。またあのロボットも導入されているとお伺いしたんですけれど、はいはい、なぜロボットを導入されたんですか。いや、明確に言えるのは、人口が減るってことですよね。まあ、職人さんたちがロボットに、今日お前これやっとけよってロボットに行って仕事させながら自分は自分の仕事をやるっていう仕組みにしていかないと、まあ、普通に工場が回らなくなる、まあ、そう考えると、まあロボットは必須だと思います。かなりね、ロボットも何でも解決してくれるかといったら、やはり人間が指示しないと動かないので、はい、まあ、そこら辺どう工夫するか、どう使いこなすか、まあそこら辺の難しさっていうのが本当ある中で、かつ多分社員も反対すると思うんですね。そこに至るまでは相当小澤さんも苦労があったんじゃないかなと思います。どんな工夫をされてるんですか。いや、買っちゃうことか買っちゃうことロボット買って置いちゃえばみんな使うんですよね。だいたい世の中、まあ、大半の人は基本的には変化を嫌うんで、なんであえてわざわざ変えるのっていう話から入るんだけど、まあ、ロボットが当たり前にいる会社にしちゃえば、まあ、ロボットが当たり前になって、今度なんでロボットがないんですかっていう形に変わっていくわけですよ。それを変えるのはまあ経営者の一つの仕事であって、まあ、とにかく一回もう何台か買って身の回りに置いて、まあ、それがだんだん当たり前になってくるので、まあ、大事なのは、まあ、経営者が買っちゃうことです。アクションを起こしちゃうことが経営者の仕事だと思いますよ。ロボット導入についてもいろいろとお話を伺いました。さて、白鳥さんが今朝選んだ金言とは。変えるのが経営者の仕事。変えるのが経営者の仕事。この言葉からどんなことを学びますか。そうですね、現場はやはり日々の仕事をしっかりとやってるんで、なかなか変化を嫌う。ロボットなんかもどうすればっていう話の時にまず買っちゃう、まあ、そういう変化を自ら作っていく、そういう思いをすごく感じましたね。買っちゃうって思い切った決断ですけども、そこからスタートしていくからこそっていうわけなんですね。そうなんですよね。そういったことを含めて、まあ、変えるのが経営者の仕事だなと改めて感じました。今朝の金言は、変えるのが経営者の仕事。皆さんのヒントになりましたか。明日も引き続き、株式会社東京鋳造所の小澤淳社長の言葉の中から成功の秘訣を紐解いていきます。なお、この内容はベイ FM のホームページからお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてくださいね。産業界の羅針盤、日刊工業新聞社の提供でお送りしました。